おい、ハク、芋が煮えたようだぞ。あれ？どうだ、あんな堅苦しいところでかしこまってまずいスープなんぞ召し上がるよりだ。こうやって星の下で芋を食う方がよっぽどうめえだろ。あ、うん、父ちゃん。ハク、ほれ、もっとどんどん食え。勉強や規則なんて面倒くさいものも何もない。父ちゃんとの生活は自由で気ままなところが快適だった。それに父ちゃんだっていつも怒鳴っているわけでもなかったし。でもオイラ、ダグラスおばさんの家での生活を思い出してしまう。どうかハックをお守りください。おい、トム、ジムなあ、トム、海賊ごっこしようぜ。しようぜ。やんない。じゃあ、ロビンフッドごっこ。ハックがいないと面白くないよ。ん？そうだよな。なんだよ、みんなハックハックって面白くねえな。行くぞ、ベン。あ、ジョージ。ジョージ怒って行っちゃったわよ。ああ、あいつも寂しいんだよ。ハック本当に逃げ出してくるのかな。毎日毎日こんなクソまずい芋ばっかり食ってられっか。だって父ちゃん、この前は星の下で食う芋はうまいって。うるせえ、口ごたえすね。父ちゃん、またダグラスさんのところへ行く気だな。ああ、そうだ。父ちゃん、やめろ。うるせえ、ガキに指図される筋合いはねえ。父ちゃん。チッ、これだもんな。やっぱり計画通りするしかないか。なんだと？じゃあもう金はよこせねってのか。また来るからな。またハックの親父さんが来てる。パパとの約束破れなんてひどいわ。ハックのやつ、さっさと逃げ出しゃいいのに。何か考えがあるんだよ、きっと。こんなのちょろいもんさ。あっ、あっ、あっ、フック。やめろよ、フック。お前ずっとオイラを待っててくれたんだね。あっ。さてと、抜け穴はできたけど。と言ったって、ダグラスおばさんのところに戻ったらもっと迷惑になっちゃうしな。なあ、フック、なんかいいアイデアないか。なんか雨が降ってきそうだな。噛むか。あ、そうだ。うん、これなら十分使えそうだ。上等上等。お前このカヌーをしっかり守ってるんだぞ。いいな。よし。くそ、びしょ濡れだ。あ、おかえり父ちゃん。踏んだり蹴ったりだぜ。まったく、あの小娘、絶対に金は出さねえなんて言いやがって。
ちくしょう。父ちゃん。なんだ、今日の飯なら抜きだ。あの小娘のせいだよ。あのさ、明日はオイラも一緒に行ってさ、ダグラスさんに頼んでみるよ。そうか、ハック。おめえが一緒に来るなら、あのババアも金を出すに決まってるで。でも、こんなことこれっきりだぜ、父ちゃん。わかった。なに、俺だって、いつまでもおめえの金を当てにしてばっかりいねえさ。まとまった金さえありゃ、また砂金取りに出かけることができるんだ。そうすりゃおめえ、ドカンと一山当ててよ。やっぱりダメだ、何にも変わらねえ。どうしてるかな。元気なんだろうな。私やっぱり間違ってたかしら。お金がもらえなかったからってハック いじめられたりしてなきゃいいんだけど。大丈夫だよな。きっとあいつはちょっとやそっとのことじゃへこたれないやつだもの。もたもたすんな、ハック。出かけるぜ。今行くよ。おっと。はい。なんだ、その格好は。ハック、てめえそんな服なんか着やがって、一体どういうつもりなんだ。この服に着替えてった方が、ダグラスさんも喜ぶんじゃないかと思ってさ。だって父ちゃん、その方が都合いいだろ。うん、そうか、なるほどな。うめえこと考えたな。さすが父ちゃんの子だ。さあ、それじゃあ出発だ。くそ、ゆうべの雨で増水してやがる。気をつけろ、ハク。流れが速いからな。ああ、イカ、捕まれ、ハクだ。気をつけろと言ったのに、さっさとこれに捕まるんだよ。父ちゃん。ハック、くそ。ハック、どこだ。ハック、ハック、どこだ。ハック、父ちゃん、でもこうするしかねえんだ。息子は川で溺れたんだ。誰か探すと手伝ってくれ。息子を助けてくれ。ハックが溺れた、助けてくれ。まさかあのハックが。父ちゃん、ハックが溺れた。まさかそんなバカな。やあ、フック、待たせたな。これでオイラは溺れて死んだってことになるはずだ。そうすりゃさすがの父ちゃんももう諦めるだろう。まあ、もっともトムやジムは信じやしないだろうけどな。奥さん、ダグラスさん、奥さん、あげてくれ、大変だ。あげてくれよ。分かっています、お金ですね。お支払いしましょう。ですから金なんかどうでもいいんだ。ハックが、ハックが川で溺れたんだ。大至急捜索隊を出してくれ。まあ、本当でしょうね。なんですって。ハックが溺れたんですって。どこで。すぐに救助隊を。ハックが溺れるなんて。どうだ、見つかったか。ダメだ、流れが速くてな。俺、もっとちゃんと探せってんだ。みんな大騒ぎしてるみたいだ。
冗談じゃないよ、ハックが溺れるなんて。何かの間違いさ、そうに決まってる。でも昨日の雨で川の流れは特に速かったっていうか。いや、あのくらいの流れなんかハックにとっちゃ小川と同じさ。でもさ、あのハックの親父さんがあんなに真っ青になって、僕やっぱり探すと手伝ってくるよ。おい、ちょっと待てよ、ジム。おい、ハックの服が見つかっただろ。まさか。ジャクソン島でオイラはイカダ作りを始めた。それはこの機会にミシシッピーの川下り大冒険に出ようと思ったからだ。どうだフク、明日中に完成するぞ。このイカダならどんな嵐だって乗り切って世界の果てまでだって行ける。うわ、やめろ、それを引っ張ったら。大丈夫、オイラのイカダは沈まないって。オイラの大冒険の旅、やっと始まるんだ。ああ、そうか、ハックとフックの旅だったな。やっぱりハック、死んじゃったのかな。そんなことないよ、あのハックがそう簡単に死んだりするはずないよ。死んでたまるか。でもこの小屋にも帰ってきてないしさ。それに村のみんなも捜索をやめてしまったし。やっぱりハックは、ハックは。ベッキー、泣くなよ。俺まで。そうだ、フックだ。フックならハックのことわかるさ。ダメさ、ハックが死んじゃったからきっとあいつもどこかへ行っちゃってるよ。ハック、こうやっておまじないをして打つんだ、曲がらないようにね。ジムたちともこれでお別れか。せっかく仲良しになれたのにな。みんなどうしてるかな。やっぱりトムとジムだけにはオイラが生きてるって知らせとかなきゃ。明日会いに行こう。そうか、お前も賛成か。どうしたんだろう、今日は安息日でもないのに。なんだ、ジョージのやつまで。よし、ちょっくら様子を見てこよう。ああ、お前はダメだよ、フック。お前が一緒だとすぐバレちゃう。カヌーのところで待ってるんだ、いいな。葬式みたいだ。そしてハックルベリーフィンは神の子として召され、安らかな眠りについたのであります。アーメン。なんと
葬式じゃないか。なんてことなの、ハック。あんな年葉もいかない子が私より先に天国に召され、本当に。ナトム、ハック本当に死んじゃったのかな。そうだ、だからこうして葬式やってんじゃねえか。トムもジムもみんなオイラのために泣いてる。わしゃ、ハックを誤解しておった。もっとあの子に優しくしてやるわ。ハック、ハック。父ちゃん、わあ。まさかこんな大げさなことになるなんて。今さらオイラは生きてるよなんて言えなくなっちゃったじゃないか。ハック、ハック、なんで死んじゃったんだよ。自分の葬式なのになんだかオイラまで悲しくて涙が出ちまうよ。かわいそうなハック、安らかに眠りたまえ。アーメン。あ、ではハックルベリーフィンの冥福を祈って。みんなありがとう。さようなら。ハック、嘘だよね、死んでなんか。ハック、どこだよ。いるなら出てきてくれ。よせよ、あっちに行けよ。ハック、まっちゃん、バレちまったか。ハック、一体今までどこにいたんだよ。まあ、いろいろとあってな。みんな、どんなに心配したか。それどころか、今日はハックの葬式だったんだよ。ああ、オイラの葬式見せてもらったよ。いやー、立派な葬式だったな。オイラももらい泣きしちゃったもん。のんきなこと言ってないで。早く、みんなを安心させてやらなくちゃ。あ、いや、それはダメだ、困るよ。オイラは死んだんだ、そういうことにしといてくれよ。みんなには悪いけどさ。どうして?まずい、来い、フック。待って、僕も行くよ。ハック、どこ行くの。まあいいから、いいから。すごい立派なイカダだ。ダグラスさんやミス・ワトソンの親切には本当感謝してるよ。けどやっぱり自由で気ままに生きるのがなんてったって一番さ。うん、ハックの気持ち僕もよくわかるよ。だったらさ、村に帰っても黙っててくれよな。オイラが生きてるってこと。ああ、そのことなら心配ないよ。だって僕も村には帰らないもん。あ、そうかそうか、サンキューサンキュー。なんだって村に帰らないってどういうことだよ。僕も行くからさ、ハックと一緒に。何言うんだジム。一人だけで旅に出ようなんてずるいよハック。冗談じゃない。そんなことしたらダグラスさんがどんなに悲しむか考えてみろよ。ああ、ハックはそんなこと言う資格ないぞ。そりゃそうだけど、僕前から川下の病院に入院してる母さんのところに行きたかったんだ。最近手紙も来なくなっちゃったしさ、突然訪ねて行ってびっくりさせてやりたいんだよ。そうか、母さんを見舞いにね。ね、僕も連れてってよ。分かったよ、一緒に行こう。オイラだって仲間がいれば心強いしな。よし、じゃあ夜が明けたら出発だ。大冒険に乗り出すぞ。やっほー。
父ちゃん。ありがとう、ダグラスさん、ミス・ワトソン、そしてトム。きっとまたいつか会えるさ。